Sakai-sama. Norio, where are the others?村の薬師を訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか？方針が猛虎に従った。おかげで抗う者は殺し、従う者に褒美を。奴らのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を伸ばしたにすぎません。そのために我らがおるのだ。 どこへ行ったか分かるか？茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。仲間は無事でしょうか？治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じぬ獣ですよ。 槍川の怨霊がこの世によみがえったと聞きました。元槍川で人を殺し回ってるそうです。聞いたことのない話だ。猛虎の仕業ではないのか？槍川様の呪いの話をご存じないのですか？でしたら琵琶法師に司祭を聞くとよいでしょう。元槍川にいるはずです。話を聞いて正体を突き止めよう。 酒井様、見つけました。沼の方へ行ったか。よし。方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄を諌めてくれました。方針はどのような僧だ？佐護で流行り病の会った時、顔や手足が腐り、 ミナから見放された病人を方針は進んで手当てしたのです。大したお男ではないか。方針曰く僧兵はいかりに駆られていると。ですが私の薙刀は少ない犠牲で多く救うもの。そこに怒りはありません。
いました。お主は残れ、ソーラが捕まらぬようにな。待たせてしまったな。よみがえったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。じきに戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。
皆無事か？怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に？腕利きのくすしゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと？方針ならばありえます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。いい子だ、影。流民の八重、石川先生がおるはずだが。誰か見たやもしれぬな。何かご入り用でしょうか？さあどうぞ見ていってくださいよ。お役に立ててください。これほどの品はありません。また頼むぞ。あなたのご武運を願ってます。武士を知らぬか？弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。
石川先生が危ない。チンハルボ。その怪我、かすり傷。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。
まずまずの出来だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が申せ。巴に執着し周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ心を乱される。先を急ぐぞ。どのような野営です？兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための手のいい道具よ。巴は猛虎に着く前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのです？まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの賊と同じように処したまでだ。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広則、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。めおって。これは稽古だ。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか？あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らん。なぜ聞く？殺しは一日でならぬもの、たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し、武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。
弓の腕のみ、人殺しではない。どこに才があると？弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の不始末は死が片付けねばなるまい。わしが切ろう。あなたはあえて獣を育てたわけではないでしょう。弟子に取った時、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。ゆびとりを着々と育てておるわ。休日折衷だ。日本式と無垢を的に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所が分かりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。
確かですか。調べましょう。日本語です。何とある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。
物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ、さらに増えるな。わしの教えは西方に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。
しろ。やつそくそとばいか。それでいよ。
Mund bei Startler. An! Arsan Huniken Olchi! Zelmere Amar Sahandan Jargana Musamorak! Erten Bagayo! Yum Alka! What's that, there's Metin? Serim Steve! Ara Multa Chatakwe! Üç bir süreç. Tamam.
Estarla. ¡Han! ¡El Uchche! ¡Samurai Orhoff, Nash Pusok! ¡Yamar Nigim Harbu! ¡Ten Harak la culpa! ¡Otsa de Urchmeten! ¡Serim Chitabe! ¡Mara Multa Chatakwe! Sakai!
Oi, unok ekcha harta. Hanoi. Inek hissen hun. Ukhukh yostoy. Asg adurtsn oir bai. Otsgoi. Yamar nek yom harbi. Tüşe. İngisin hünnigin allah yosta. Yaman. Tertin kumut. Çıkar bu!
어이! 우도극자 한파! 대고! 엔터 사무라이 왔었다! 안다 들득! 펼텐 바노! 엔타르 토고즈 바인! 여쭈지! 이때 보섬치대! 나라 못들차 토고에! 버슨 고슈 극자 한다. 제 내내서 못 들 찾고. 야 말 니김 하루. 요 말. 야 지혜지. 이때 벌금시대. 아까 도출을 우흐들 얻었노. 숨털 하바스 nicht gesungen. 한올 베이스웨이 데린 데르비츠
Wo einmal sucht dich Hatsch!
よし、影。
Hindman! Ямар ч урмаар алах. Хийсэн хүнийг нь олж ир. Мун байс тарла. Хан. Чи харво. Ичи. Ой, өнөөг их чи харна. Тэр тэнд байна уу? Юм айга. Уцаа дээрж мэдэн. Сэрэмжтэй бай. Дараа мултар чад.
Jin? Someone hurt Kuste.
様の怨霊に違いねえ。気をつけくだされ。元槍川は危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、小やつらを切ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞。いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども、公は志村の勢いを妬めり。事業を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒されるなれど、酒井の助くれば志村乱を鎮め、時より公を滅ぼせり。末後の息で時より子を苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。いまだ元槍川の社には時より子への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死。時より子の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れるといいます。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。
怨霊に当てて誰かが文を残したな。蒙古は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助けを。なぜ怨霊に頼るのだ。盾か、技量がなくては倒せぬ相手。島の者だ。なぜ。この者らも殺した。
助けて出してください。落ち着け、鍵を開ける。ここで何が？本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ芝の者も犠牲に？こいつら人を撃ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。
槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか。平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。酒井様、何かご用ですか？平太郎はおるか？ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を？猛虎の患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。猛虎に通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。わけを聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ？以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓、誰のものだ？藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば？有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。
怨霊め。長いこと使われておるようだが、槍川家の旗がある。槍川の武士の兜。学ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。チェ社に備えられていたものだ。槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。ここにも供物が。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい終わらせる。酒井様、
本領がかけていきました。金剛力士の像、ここに違いない。社だ。だが怨霊は。俺に当ててある。槍川の怨霊に取り殺されろ。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける阿久度、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が安らぎを与えるのだ。死ね。ついに敵を討った。顔で死ね。早い。まんまと現れおって。清めておる。これで終わりだ。違う。死ぬのはお前だ。
腕が立つが、怒りのあまり真の敵を見誤ったな。フンヌの舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。少々。抜けばかりか。あつちゃさ。道中気をつけよ。どうぞこちらをお受け取りください。
鎧を仕立て直しましょうか。どんな鎧でも扱います。お体の傷も減りましょう。では、酒井様、乗りを。こうした戦の最中では神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし、見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな、励むとしよう。Thank you.
晴れ野にて立つ木一つを忘れざる昔の遺憾今は虚しき